福島市内の農家1個が生産したコシヒカリの玄米から、うんうん、国の暫定基準値1キロあたり500ベクレルを初めて超えてしまう630ベクレルの放射性セシウムが検出されたと。うんうん、政府はこの今回の産地である福島市の大波地区を対象に収穫された米の出荷停止を支持する方向で今検討を始めているということなんですね。まあ、出荷停止になると、うんうん、その大波地区の米は捨て、 ざるを得なくなってしまって、うんうん、東京電力の賠償対象になるという,ふうなるようです。うんうん、はい。あれ、でもちょっと前の新聞で、はい 米は大丈夫っていう新聞記事を言わなかったっけそうなんですね。あの、福島県の米に関しては、10月12日に、すべての検体、うん、まあ、調べたお米がすべて基準値を下回ったということで、うん、福島県知事が安全宣言を出していたんです。ね、とりあえず、福島県産のお米、はい、大丈夫だということだったんですね。うん これ、どうしてこういうことになって、うん、しまったかというと、ううんはい、その、あくまで、えー、農林水産省が調べた福島県産のお米に関しては、うん、サンプル検査で、うん、その、ある一部を取って、それが基準値を下回ってるんで、うん、えそれ以外のものも OK と。うんうん うん、いうことで、えー、安全宣言を出したんですけど、うんはい、このお、今回出てきた放射性セシウムが多く検出されたお米を作った農家が、はい、そのお、大波地区というのはもともと空間放射線量が高いので、はい、ちょっと心配だと。 うん、で、自ら JA、新福島に、ちょっと調べ、うん、一応念のため調べておくれと、いうふうに持ってって、うん、そしたら基準値を超えちゃった。これは大変だということで、うん、改めて福島県に詳しい調査をもい求めたところ、うん、今回の500ベクレル超え、630ベクレルの放射性セシウムが出てきてしまったと。 あちょっと大まかに考えると、前やった調査は国のサンプル調査。サンプル調査。今回のは民間がやったってこと民間というか自主的に、うん、自主的に、農家がうちのお米は一応心配なんで調べてくれと。あのー、前回の調査の時に、米のさ、基準安全だって出た時に、番組で言ったか、あのがそこのなんか打ち合わせの時に言ったか忘れたけど、 安全なら安全で、どういう基準なのか、これ基準値が出てないねって話を俺したと思うんだよね。まあ、基準値を下回る数字でも全部細かく出してくれないと安心できないというそう,そうそう、ししね、基準値を下回るす、でもいいんだけど、数字出してなかったんだよ、今年の安全宣言の時にね。それで今見たら、この、500ベクレルを超えてる、はい、そうじゃなくて、それ前までは、 やっぱし、その基準値を超えてないけど、230ベクレルとか。はい。あったんだよね、はい、やっぱえっと、同じ大波地区、うん、福島市の大波地区で、前回、あの、農林水産省が調べたところ、うん、福島県と一緒に調べたところ、うん、予備調査で136ベクレル、うん、本調査で33ベクレルと28ベクレルという数字だったんで。全然違うん。うん、はい。ああ。だこれと、あと、 まあ、僕も、まあ、まあ、俺もいい加減で申し訳ないけどね、玄米の時と精米して白米になった時は、それは当然基準値は下がるよね。うん、で、前段階のサンプル調査っていうのは、どの段階でやったのその、白米にした時にやったのの調べ方は基本玄米です。玄米。玄米の段階で調べる。玄米の段階で調べ、はい、で、5 0 0べくれるが基準値になってますね、うんうんうん。なるほどね。はい、だから、まあだから、 玄米の段階で精米した時は当然基準値はもっと下がるから、まあそれはいいんだけど,どの、ただ、ただそういうものがあるってことはちゃんと言わなくちゃいけないし、これと全く逆な現象が、お茶とか干し柿は逆になるわけね。うんうん、増えて。あのー、柿なんか取るときは別に基準値超えてなくても、干し柿にしたときに濃縮されるから、 だから、お茶もそうでしょ、お茶も、行った時に濃縮されるから、取った時ときと行ったときが違って、行ったのを飲むときには、ままた薄まるわけだ、うん、どうこを基準に、やっぱり人間の人体に一番影響を与えるところを基準だってことを明確に書いて、玄米の段階ではこのくらいですけども、ねえ。うん このさ、く、ま、またお米に戻るけど、国のやってるサンプルと、で民間が自主的にちょっともう一回調べてくださいと数値が違う、このことが、うん、このことが信用をなくすことなんだよね。うん、でも、どうしてそれがわからないのかなって、いつも思うんだけどね。いつもそうだもんね。だって。うん、それだから余計風評が広がっちゃう危険性が、うん、ねどうなんだろう。調べ、 方って一緒なのかしら、その機械の使い方とか。うん、まあ、多分あの、その、同じように原発から距離が離れてるところも、ホットスポットがあったりとか、うん、特定にここだけは放射線量が高いところがあるっていうふうに、うん、場所とか条件によって、ずいぶん、こう、うん、値が違うわけですよね。だから、単純にその場所のさ、洗いサンプルを取っただけで、全体を安全としてしまうのは、今回、実は危険なんだ、うん、ということが、改めて分かった、はい、ということなんでしょうね。はい、えー、っと、今日の福島の何号機だっけ ?3 号機だっけ 3号機、いま、ねね、だに1300ミリシーベルトっていう、すごい数字がこぼれた水だろうっていうのが一つ出てるのと、あと昨日も言わなかったですけども、うん、そのなんか除染の時にですね、うん、セメントとかですね、うん、ああいうのは強力に除染しても取れないと、なんでかっていうと、うん、セメントの目の間に。うんうん あの、<ー>放射性物質も入り込んじゃって,ゃってると。だから高圧洗浄機で、うん、そのコンクリートとかをバーッと水で洗い流すと落ちるような気がしますけど、2>, うん、2割しか、今の段階だともう放射線量は落ちないそうですね,ね<ー>。今の段階だと、例えばビルの壁、道路、これセメントだね。はい。そういう時に高圧洗浄機でバーッてやっても、2割しか落ちないと。8割方は残っちゃう取るためには、セメントの道路を削らなくちゃいけないと。 どううすんだろうね逆の発想で、セメントを上から塗るっつうああああそう<逆>なるほどなコ、コーティングのほうが、お金が少なく済みそうな。ああうまあでも、コーティングはね、そのなんか、まあ、あちこちほころびたりしたときにっていうね、何十年ものこと考えたらね。 まあ、まあ、その方法もあるだろうけど。削ったら削ったものをまた処理が、うん、場所がないんだから。ううん、どうすんだろう。ビ、でも。えー、どうすんだろう。でも、道路なんかはさ、コーティングでいいかもしれないけど、ビルなんかさ、いくら塗り込めたって。ビルは外コーティングしても内、内側も。内側あるからな。内側も、へー。まあ、それ、まあね、もう、放射能のことは、もう、うもう、もうと思うけども、でもね、これに付随してね、うん まあこれはちょっとまあこのことと、ちょっとあと、心情的なことをね、はい、少しだけ言わせてもらいたいんだけど、はい、あの危険区域は、危険なんとか区域っていうのは、あの復興日本の第7っていうのは、新聞に産経新聞です、ね、産経新聞に出てるんだけど、はい、まあまあ、現地で当時、うん、菅総理大臣は、うん、菅さんは、う牛ね。うん 危険区域にいる牛は殺処分だと言われたんだけど、殺しに忍びないと、で、まあ現地にはいまだに1000頭近くの牛がいるらしいんだ、それが私その野放しになってて、そこへの雑草を食ったり、雨水飲んだりしてると。 いうわけで、中には、もう、ま、ちょっと言いたくないんだけど、ひどい状況の牛もいると。あの、中には、こう、タイヤを首にはめたまま跳ね回っている牛がいて、あの、ま、あ新聞の記事そのままご紹介させていただきますけども、鼻輪が肉に食い込んで、その部分が腐ってしまって、ハエがたかっている牛もいると。あの、フルタイヤに溜まった水を飲もうとして、タイヤが首にはまってしまったようなんですね。 うん、そのほか骨になった牛もいたし、うん、その人間が足を踏み入れたら足が3本しかない牛もいたということのようですね、はい、まあこの南相馬のね黒木さんっていう人なんだけど牛を育てたわけだね、うん、飼っていたうち31頭のうち29頭が牛舎につながれたまま死んで生き残った2頭うち1頭が宿した命があるわけだ、うん、ね 子牛。これどうすんだと。国は、まあこれは他の人の言い分ですけども、犬や猫は保護されるのに、牛だけ殺せっていうのはどういうことだと。しかも現地では、これから冬が始まると。冬には、その雑草とか、まあそんな枯れるわね。当然。でもまだそこに、一千頭以上が、 いるんだけど。どうすんだと。ねえ。まあ、いろんな意味で、ちょっと今、感情的なあニュースだったんで、私もちょっと冷静さを書いてますからね、うん、正確にお伝えできたかどうかわかりませんけど、こういうこともまだ、未だに現地で起こってるってことは、皆さんも知ってほしいと思いますね。うん